はい、ゲニアの加藤です。お世話になっております。本日は、黒木正信釜様の2月の業者開きで仕入れてきた作品のご紹介をいたします。ちょっとサボっておったんで、溜まっておりますけども、坂本浩二釜様の方は少し、仕入れの点数は少なかったんですが、万佐徳釜様の方は注文してた作品もありますので、まあ、ぼちぼち通常通り入ってきた感じです。それではご紹介します。七寸皿からですかね。七寸皿が大体8点ございます。これは、注文じゃないですけど、あった作品ですかね。はい。で、注文した作品はこちらですね。ベースは白の青と雨のこう四角っぽくかけていたやつですね。五角形、六角形、これが全部で7点かな、7点ございます。はい。状態しては、まあチェックしてますので、もし、詳しく状態を知りたい方とかがいらっしゃいましたら、ご注文の際にでも お伺いしていただける、お問い合わせくださったら、また動画なり、写真なり撮ってご紹介します。これがですね、前回注文した時の5寸皿もちょっと残ってましたので、これ7寸、6寸、5寸全部揃う形になります。これ7寸皿ですね。まあ、珍しく全部もうよく出るところが全部揃う感じです。サイズですね。はい、今ので7寸皿おしまいです。次6寸皿ですね。6寸皿メインは、注文のこちらになりますね。これが9点かな、9点ございます。9点ございます。で、まあ、よく焼けてるんですけど、こうその分だけちょっと後ろ少し行き過ぎた感がありますけど、それがなかなかいいかなと思っております。まあ、のぼり釜ゆえの個性ですね。こういうところですね。まあ、おかげで表の方はよく焼けてるんじゃないかなと思います。それがかかってるところですね。はい。まあ、こればっかりはその時その時の釜の状態で焼き上がりは変わるという宿命、のぼり釜の宿命でしょうね。はい。こういうのを楽しんでいただける方じゃないと、のぼり釜の作品と付き合うのは難しいのかなと思ったりもします。もちろん超いい作品を探してずっとその一点を探していくっていうのも楽しいのかなと思いますけどね。まあ、実際、日用で使う作品、器なので、こればっかりは何とも言えないところですね。同じやつを作ってくれても作れないですし、なかなか難しいですね。まあ、例えばこの辺とかは還元アンプが入ってる、還元が入ってるって感じですね。同じなんですけど、わかりますかね、色味が違うのか、ちょっとこっちの方が青っぽい、暗いっぽい、グレーっぽいですけど、こっちは白、黄みがかってるというか、白がベージュ系、こっちちょっと灰色がかってる、まあ、還元がちょっと入ってる感じなんですよね。同じ釜で焼いても一点一点、違うの、雰囲気が違うので、これだからダメというふうには考えない方がいいかもしれないですね。はい。注文のやつ3、4、5、6、7、8、9点と、あとバラで、7点あるはずなんですけど、ちょっと手元に5点しかなく、あ、6点しかなく、ちょっと困惑しておりますけど、はい、どっか注文とか売れちゃったのかもしれませんね。あ、白のカンナですね。すいません、出てませんでした。はい、青の
かなです。これロッツンザラですね。引き続きロッツンザラです。はい、引き続きロッツンザラです。はい、こんな感じですね。はい、あ、ロッツンザ白まだありましたね。ロッツンザ白。のカンナですけど、で、これ目なしですね。目なしですけど、ちょっと火の力が弱かったかなという感じはします。はい、これ縁に刷毛が入ってですね、これも人気がありますね。ちょっと リム皿っぽい雰囲気がありますね。はい、で、最後は青のハケですね。これ、いいですね。目はぎもなく、目もなく、綺麗なハケですね。ちょっと後ろを、わかります？行き過ぎてる感がありますけど、逆に言えばそこまで攻めた、証拠ですね。で、7寸深皿ですね。7寸深皿、まあ、これはよくうちも人気があって、大きな皿の割にはうちで扱うお皿で大きなやつの割には出るタイプですね。7寸の深皿、ちょっとリム皿っぽく、まあ、何でも使いやすいいい形じゃないでしょうか。綺麗です、いいです。はい、次が6寸の深皿です。6寸の深皿が割とこう全部バラバラというか、バラバラで8点ですかね。はい、白のカンナですね。まあ深皿なんで何にでもこれも使いやすい形ですね。はい、深皿です、カンナです、いいですね。流れから言ってもちょっとオーソドックスじゃないのが多いんで、今回は雨のハケ、白のハケないですね。雨のハケが3点ですね。6寸深皿です。6寸深皿です。はい、で6寸深皿なんですが、まあ、こっちも割といつもあるタイプかな。一鎮のやつですね。アメ一鎮、鉄の黄色の一鎮ですね。かっこいいですね。はい、で、これはあんまり僕見てないような気がしますけど、帯状に この部分だけですね、こう串書いて、その間で串引いて、その間をカンナで入れてる形ですね。かっこいいですね。このあれですね。まあこれはよく焼けてます。まあ案の定ちょっとそんな少しちょっと行き過ぎたのかな。けどすごいよく焼けてるんで、見上げのその白の跡もあって、こう割といい雰囲気かなと思いますけど、どうでしょうか。で、最後6寸深皿の最後が、このタイプ。このタイプ、隣に、なった業者様から1点分けていただいたやつなんですけど、まあ、6寸深皿で、リムにカンナ、雨と青入れていく形ですね。JR 九州の某列車の初期に使われるとか使われないとかいう形のやつです。まあ、これ1点なんで、揃えてくれと言ってもまた注文になるんでどうなるか分かりませんけど、1点だけございます。サンプルにいただいてまいりました。ありがとうございます。はい、これで7寸深皿と6寸深皿がおしまいと。どうしましょうかね。
で、次は五寸の切った鉄鉢、五寸どれかな、これかな、はい、こちらですね、はい。一つは雨の飛びかんなですね、はい、見込み切れです。見込みは何もこうかけですっと塗ったわけでいい感じですね。これも出たら出たら人気があるやつですね。うちはすぐ出てしまうと思います。はい、こちら特に綺麗ですね。特にこの手にしては珍しく大きなトラブルもない。少しやはりこう上乗せの分だけここちょっとね石の雰囲気があります。石の雰囲気、石が小石がちょっと出てますけど、それ以外も非常にいい感じで焼けてると思います。まあ皆さんに当てたやつですね、いただいてまいりました。はい、そして四寸のフカチャオ、四寸フカチャオ、はい、四寸フカチャオが4点、白黒4点あります。あ、白黒2点ずつで4点あります。こちらですね、黒木政信川様のフカチャオですよ。この形、これが2点、これが2点、よく綺麗に焼けてます。はい、黒も2点、黒もね、これ黒、今回の黒これよく焼けてるんじゃないかなと思います。すごいよく焼けてます、すごい焼けてます。これ僕も欲しいかな。うん、これよく焼けてます。同じぐらい白もよく焼けてるんで、セットでこれ本当にセットでいいかなと思って仕入れてまいりました。フカチャーハンこう割とぶどまりが良くないらしくて、こうこの立てていくときにここが立てていくとここがこう曲がったり外とか内に曲がったりしてぶどまり良くないらしいんで、僕わざとわざとが、僕はあんまり注文しないんですけど、こうやって出てきたときはなるべく注文しない分だけ、業者が出てたときは拾いたいですね。しっかり、仕入れたいと思って見ています。四寸の小鉢です。四寸の小鉢が4点ですけど、四寸の小鉢ですね、実は問い合わせを受けていて、たまたま仕入れていた作品がそれが欲しいんですっていう話だったんで、ちょっとこれ売却になってくるんですけど、白のカンナと白の煮込みが、串引きで外がカンナのやつが2点ですね。まあ、まあ、いいんじゃないでしょうか、これ。はい。で、青の内側見込みが串の外側になります。これもいいですね。いいと思います。で、その後が4寸の小鉢が終わって、縁角切った手皿、切った地皿がこちらになります。白ですね。まあこれ、私も正信様のところに注文するやつですね。はい。こんな感じですね。こう。で、次は途中になって大物です。これもまあまあ良かったんで、良かった割に皆さん残ったので仕入れてきたんですけど、はい、8寸の縁角切った手皿、切った地皿、はい、青なんですけど、まあここ青と雨もう一回かけて内側ね、串で引いて、カンナ打って串引いてね、割と手が込んでるんじゃないでしょうか。内にもカンナ入れて、外もカンナと串入れて、まあ、手が入ってますね。まあ、これは力作なので個人的には大好きです。で、それのちょっとシンプル版、これも好きです。これも青ですけど、あんまりきつくない青で、雨と青の
ラインを入れて、かっこいいですね。さっきよりはシンプル、よりシンプル。外側もこうカンナだけ、ね、似てるんですけど、こっちは串も入れてる感じ、ね、でこっちは、カンナだけ、シンプルですけどいいですね、はい、どっちともこれ2点ともおすすめです。それからこれからですね、お皿じゃなくて丸いものとかカップ類になります。これからが普通、そうですね、まず黒木政信がまさまって僕の好きなのはこの色、このキャラメルのような飴の色大好きです。マグカップです。虫ですけど、こうポツポツポツとこの薬のこの泡の弾きたとか割と幻想的じゃないでしょうか。個人的におすすめです。はい、同じように、同じ色ですね。次は手がないんです。持ち手がないんでフリーカップになります。はい、見込みも綺麗ですね。はい、外は、無地かと思いきや串が2箇所かな、3箇所ですね。120度で入ってます。3箇所ですね。はい、綺麗です。これもそうですね、釉薬の泡の破裂した跡が少しそのところどころが色が薄く見えて、可愛らしいという感じですね。どうでしょうかね。個人的には好きです。まあ、ここはちょっとフリーカップの、ここちょっと大きめの泡の跡なんで、こういうのを嫌う人はちょっと向いてませんので、こういうのがあるので一点一点自分で手に取って比べてほしいですね。はい、それから焼酎カップ、はい、黒の焼酎カップです。ちょっとここで折り返しがテーパーが変わるので、こんなちょっとスマートな焼酎カップですね。いいと思います。これ、もう1点在庫として持ってるので2点ぐらいまでなら対応できます。ほんで、コーヒーカップ、コーヒーカップ、私が入れるときは大体この飴で、お願いして作っていただくんですけど、今回は注文してなかったのでコーヒーカップ、はい、飛びかんだですね。白に黒の手と、はい、見込みも綺麗です。お台中も綺麗です。ちょっと手がですね、少し火が強かったんでしょうね。少しざらつきがありますけど、こういうのって使ってるうちにだんだん馴染んでいくので、気になるのは最初だけだと思います。似たようなものが取っ手の方にもございます。はい。はい。カンナと、煮込みと、はい。で、さっきのよりは、焼けてませんけど、焼けてません、行き過ぎてませんけど、少しざらつきがある感じですね。全然けど他のところはよく焼けてるのですごいいいんじゃないかなと思います。はい、でカップ類がこれでおしまいと。でカップ類が終わって次注文ですね。注文すごい手間をかけていただくので、これいつも注文するの忍びないんですけど、ポットです。まあ、人気ですね。正信さんとこのポット、白に飴と、青をかけていただいてます。山菜のポット、かっこいい。内蓋ですね。外蓋は内蓋になってます。こんな感じですね。こんな感じです。かわいいです。はい。お。もう1点、2点あります。デザインというかその時かけ方によって雰囲気変わってるので、もし注文いただける時はどっち側が良かったよって話をしてください。はい、だんだんスペースがなくなってまいりました。はい、その次は
なんで自分がこれを仕入れてきたのかよくわからないけど、いつの間にか仕入れてたという、うこごつぼ。いや、よく焼けてたんで、ちょっと気の迷いですね。あまりうちこのつぼ類動かないんですけど、よく焼けたの思わず、仕入れてしまいました。白のカンナと口真ん中と口が入ってて可愛いですね。いいと思いますよ。すごい綺麗です。小物入れとかにいい感じですね。おっと、はい。で、これも思わず可愛いので仕入れてしまう3号壺。白に雨と青ですね。可愛いですね。5段の方、そこの方も大丈夫ですね。こんな感じです。中をね、実は中今僕初めて見ました。中チェックせずに仕入れてまいりました。ここは少し、ここあとね、ここ少し雨の泡が破裂したニュアンスがありますね。かわいいです。3号と5号です。やっぱ並べてみると大きさ違いますね。おっと、映らないですね。はい、3号と5号です。並べてみると少し大きさが違うのがわかるかなと思います。はい、で、壺まだ続きます。すいません、壺が続きます。3号の雨ですね。雨で青を垂らしてますね。はい、こうだよとか、そこはこんな感じですね。綺麗です。はい、内側はこんな感じですね。はい、よいしょ。はい、ちょっと押した方がいいですか。こっちの方が壺を並べた時に分かりやすいですか。で、今回最後、とうとう最後になりますけども、なかなかとお付き合いくださいまして、ありがとうございます。これ最後、やっと最後になります。やっとかよって話ですけど、はい。これも思わずあったら、いいのあったら、売れるじゃない関係なく仕入れちゃう、ピッチャーですね。はい、ピッチャーです。7寸、21センチぐらいのピッチャーですね。はい、どうでしょうか。雨です。櫛が入ってます。雨じゃなくて、すいません。全然雨じゃないですね。青です。青の青磁の薄青のピッチャーですね。櫛が入ってます。シュッとしてます。スマートですね。はい、かっこいいです。手のつき方もまあ問題ないかな。手のつき方も問題ないんじゃないかなと思いますけど、どうですかね。この辺もご購入するときはお店でチェックしてくださいね。はい、いいでしょうか。はい、割れたりはしてません。はい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 、これで、2月釜ですね。黒木正信釜様の2月業者開きの仕入れ作品ご紹介全部おしまいです。終了しました。もうすでに予約の入っている作品もありますけど、気になる作品ございましたらお気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願いいたします。期末なので少し私の方の作業が立て込んでおりまして、注文を受けてから出荷まで少しお時間かかるかもしれません。どうぞご容赦ください。余裕を持ってご注文いただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。今回、5000の切ったて鉢とか深茶碗とかもいいとかよく焼けている作品もあります。この白の飴と青がかかっているやつは、前回の五寸皿の方もありますので、5寸、6寸、7寸でセットで、ご注文を受けることもできます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。またよろしくお願いします。